今回は何か変なニューガンダムに対して察しが悪すぎるアムロさんに対するネットの反応を紹介します。それではどうぞ。このニューガンダム何か変。うん、どこが変なんだろう。アムロさんはどう思います？いつものニューガンダムのようだが何が変なんだろう。おい、よく見ろアムロさん。自分で設計した機体だよね。装備見て、装備、ライフル、シールド、ファンネル、全部あるように見えるが、全部あるというかありすぎるというか、まあ知らん人が見たらそういう機体なんだなと思うまとまり具合だけども、背中のは福岡乳がんのロングレンジのやつ。ロングフィン、ファンネルはともかく、シールドは世界観が違うやんけ。多分色とか変えてないだろうけど、収まりいい組み合わせなのなんなん。は、ニュータイプ的ひらめき、バズーカがない。このニューガンダムにはバズーカが装備されてないじゃないか。ニューハイパーバズーカがないとか戦場なめてるのか。ああ、バズーカの有無はアムロ的には死活問題か。違う、そうじゃない。バズーカまで装備したらさすがに積載量をオーバーしそう。宇宙空間で使う分には問題ないんじゃない。このシールドは飛んでくしな。ちょっと知り合いの艦長に聞いてみるか。もしもしブライト、今送った画像なんだが。ああ、見てみたが、これは奇妙だな。これがガンダム、これがニューガンダム、一目瞭然だが、明らかにニューガンダムの方が大きい。つまり、それだけのスペースが必要だったということ。ここからは俺の推理になってしまうんだが、おそらくこのモビルスーツのパイロットは、クソでかい力士の可能性がある。そうか、なるほど。なるほどじゃないが、パイロットおめえだよ。装備だっつってんだろ。どこに推理要素があった。元ネタに忠実すぎるだろ。もうクソでかい力士って言いたいだけじゃねえか。なんでファーストガンダムと比較したの。ファーストとニューガンでサイズ差があるのは知ってんだろ。お前ら両方とも運用してきたんだから。そういや小太りのパイロットはいるけど力士並みのデブは記憶にないな。ケナンジさん直近におったわ。ケナンジさんもでかい機体に、いや別に乗ってなかったぞ。その理論で言ったらアルファジールとかに乗ってるやつは巨人か何かになっちゃうよ。は、もしもしブライト、クエスってもしかして巨人なんじゃないのか。これは推理になってしまうが、アルファジールのパイロットはクソでかい巨人力士の可能性がある。天丼やめろ。ブライトは完全にクソでかい力士って言いたいだけだよな。クエスの名前が出てるのにわざわざ力士に変換しやがった。そもそも巨人力士って何？マクロス世界が混じってるの？アムロ、お前から送られてきたニューガンダムの画像だが、確かに変なとこがある。本来フィンファンネルは片側だけにしかないはずだが、その反対側にも巨大なフィンファンネルがある。これがすごく変なんだが、まあそれを言ったらキリがないんで置いておこう。なんで？置いておくな置いておくな。キリあるよ。変なとこたった2箇所だよ。スレが見てニューガンにライフリシールドつけてみた的なスレだと思ったらなんか変なスレだった。このスレ何か変。アムロはライフリシールドめっちゃうまく使いそうだよな。盾を捨てたと思ったら襲いかかってくるんだもんな。どうあがいてもギュネイ死ぬじゃん。ギュネイぶっ殺しゾーン。ライフリシールドがあればケイラも助けられたかもしれない。こう盾を捨てたと油断させたとこで腕を切り落とすとかして、拘束を解除できたとしてもその後のモビルスーツ戦に巻き込まれて大変なことになりそうだが、アムロがどれだけ素早く撃退できるかにかかってそう。この乳がんならやれそうではある。少し未来にユニコーンのシールドファンネルがあるから、ライフリシールドもあながちなくもない装備だったり。ユニコーンのシールドってサイコフレームのオカルトパワーで動いてるんじゃなかったっけ。謎の推進力で動く、謎に頑丈で、謎に高機動な、謎の盾だぞ。内蔵されたサイコフレームがなんか思い通りに動くだけで、側であるシールド部分はおまけなんだよな。少なくとも作中でシールドファンネルなんて名称は一度も出てないな。プラモとかではわかりやすくそう書かれてるけど。は、ニュータイプ的ひらめき、
よく見たらこの盾、いつものやつとは違うような。いやしかし、全体的に白いし、なんか赤い部分もあった気がするし、まあ気のせいか。実はニューガンダムに愛着なかったりしない？記憶力ふわっふわすぎる。妙に似合ってるから迷うのもわかるのが悔しい。見た目だけじゃなくて機能にも目を向けろ。それは飛ぶし、ビームの刃も出てくるんだぞ。特殊格闘みたいな武器だから、アイフィールドへの対策にもなってんだな。ライフリシールド、ビーム射撃主体のニューガンにとって欲しすぎる武装だ。その上でビームサーベルでもなかなか切れない耐久力だからな。シード世界はライフリシールドを量産してダガーとかに持たせるだけで戦力アホほど上がりそう。盾が本体とか言われるまで見えた。実際、量産モビルスーツ一機の生産コストより高くても不思議じゃないわな。シーン、はっきりしないのはなんかすっきりしないぜ。こうなったら知り合いの艦長に聞いてみるしかないな。やめといた方がいいと思う。なんかだんだん冒険王版のアムロになってきてないか。 IQ が下がって、いやもともと低かったが、さらにおバカになってきてる。もしもしブライト、おいブライト。ブライト、なんか盾がいつものと違う気がするんだけど。アムロもさすがに気づいたか。このニューガンダムは明らかにおかしい。まずはこの平成のファーストガンダムの世界から来たかのようなシールドだが、まあこれマジでキリないんで、こんなん突っ込み出したらキリないんで、そんなこと言い出したらユニコーンのシールドの方がおかしいんで、それよりも注目してほしいのが背面のファンネル。普通のフィンファンネルが白い方で搭載数も多い。対して黒とか赤とか白の方は明らかに巨大で数も一つだけしかない。そもそもニューガンダム本体と比べても大きすぎる。ここからは推理になってしまうのだが、この巨大なフィンファンネルはニューガンダム用ではなく、クソでかい力士用の可能性がある。知ってた。アムロもそいつとは縁を切れ、かつてないゴリ押しを見た。やっぱクソでかい力士って言いたいだけじゃねえか。仮にクソでかい力士用だとしてもクソでかすぎんだろ。誰かこいつを殴ってくれ。サンキュー受動。おいブライト、お前さっきロングレンジフィンファンネルは置いておくとか言ってなかったか。無理やりがすぎる。途中までどうやって力士につなげるのかと思って読んでたら、もうめちゃくちゃで鼻水出た。クソでかい力士用のフィンファンネルって何なんだよ。確かに世界最強の国技である相撲ならファンネルの一つや二つ装備していてもおかしくないが。いやー、相撲パワーには参ったな。じゃあこのニューガンは問題ないということで。まあ、うん、全然問題ないね。このニューガンダムは問題ないよ。むしろ普通にかっこいいよ。なのにどうしてこうなった。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。